今日は10月の11だね。11です。はい、今日は新刊2つですね、オーストラリアのでかい新刊と、あと合同の新刊でございます。まずオーストラリアです。はい、行きます。読んでられないでもちょっと後でまたまた、はい、オーストラリアですね、はい、タスマニア、ムーリラさんの作るミューズシャルトネ2019年お値段が4200円です。はい、美味しい。コクのあるそして樽のバッチリ効いているシャルトネでもエレガントなんです。非常に美味しいシャルトネでございます。酸がすっごいですよね。でピュッてくるよね。バッチリな感じで、うん、あ、飲んだうまい。香ばしさとか、まあ、そのキャップから来る還元酒なのかもしれないですけど、ちょっと、うん、そういった雰囲気もあって、まあ、複雑味もあるようなね、まあ、ちょっと還元酒がもっと美味しくなりますけどね。ソムリンポイントいきます。もう、はい、ソムリンポイントの1ぐらいですよ。いいと思います。おいくらでしたっけ。4200円。まあ今日日ね、どんどんワインがね高くなってきてますけども、はい、この価格帯でねきちんとね持ってこなせるバイアンドカンパニーさんですね、やっぱ素晴らしいございます。何が食べたいですか。この酸を生かしてちょっとサーモンのカルパッチョとか行きたいですね。うん、なんかね僕もお魚系がいいなっていう風に思って、まあなんかこうちょっとさマヨネーズつけたものでも美味しいかもしれない。カキ、ね、フライとかも美味しいかなと思ったから、うん、揚げ物もいいですね。ね、いいね。なんかすごい白身魚のフライなんかも美味しそうですね。いや非常に美味しいと思います。おい、オーストラリア、はい、南オーストラリアバロッサバレーですね。バロッサ、ムールル、アイマイハピネスさんですね。アイマイハピネスさん、そういえばさっき大丈夫です、大丈夫です。シルドエステートさんですか。ムールルでいいですか。ムールルです。シルバーストシルドエステートを作るムールル、ヴィンテージが2017、リミテッドリリース、シラーズ2017、去年18年でちょっとねこっちの方が評価が良かったからちょっと細めだし、そういうことです。金額2万円そういうことです。なんか、ジェームス・ハリデーさんっていうねあの方が、はい、なんとこの17年に関しては99点をつけてるという、そういうのもあるんです。でむちゃくちゃ綺麗です。で10感すごいです、ね、僕たちねこのムールールーはね毎年撮ってるんですよ。毎年ね撮影させていただいてて、去年これも出てた時に毎回ここで、ね、出てて絶対撮ってるようにするんですけど、それを18年をねご紹介したい。それね超凝縮感で、この17年は超エレガント、うん、で16年もねまたねなんかえぐい点数だったんですよ。あ、そうなんですね。うん、確かね、まあ僕たちね確かねムールールーね8点前後ね、なんか8点弱と8点前後とかねずっとつけてるんだけど、これに関してはまあまあ美味しいですね。美味しい。これ綺麗なんですよ。綺麗ですね。だけど濃いですね。ああ、そうなんだよね。濃いエレガントみたいな、ちょっとそうなんだよね。矛盾してるような、でもそういうワインは確かにありますね。そうね、なんかまあね、なんかジェームス・ハリデーさんが何点つけようか、まあ、ソムリンポイントはソムリンポイントなんであれなんですが、けどやっぱりこれね実はですね僕たちこの深海でもうすでに なんか最初の一杯、中間と、そしてなんか終盤と何回かやっぱり飲ませてもらって、やっぱりこう全体的にどう思うかってやつをね僕たちにちゃんとね求めて点数を決めていこうと思ってやってます。美味しい。ソムリンポイントいきます、はい、7.3 でどうでしょう。そうですね、十分前、十分前、2万円で7.3はすごいですけど、まあ、ちょっと去年の18年が8点確か出してるからね、僕たちはそっちが良かったと思うけど、うね、まあ、これも美味しいんですよ。もうちょっと伸びるかもしれないですけど、そう、
まだね、ちょっとね、ちょっと熟成させてみたいなと思う、はい、そんなワインでございます。何が食べたいですか、忘れようとした。子羊。あ、ロティ行きたいですか。ちょっと、ベリー系のソースを食べたいです。アニョのロティをして。はい、アニョロティで。アニョロティで。絶対合うと思います。間違いなくはね、カンガルーとか。カンガルーはいいかもしれないですね。アニョで。イミューとかもね、はい、いいと思います。はい。オーストラリアですね、はい、南オーストラリアトゥ、あ、こちらがマクラレンベイですん、トゥーハンズワインさんの作るセクシービーストカブレネソーヴィニオン2020年、お値段6380円です。はい、セクシービーストもうね、ラベルがセクシーですからね、まあ、そもそもね、セクシーですよ、クリスマスがいいと思いますね。これを飲みながらクリスマスにこのボトルをズカちゃんは持っていくのかい？で行きますね。持っていかないですね。なるほど。まあなんか、うん、そうだね。まあ彼女とかだったらね、なんかいいけど、セクシービーストだよ。セクシービーストだよ。セクシーな野獣ですよ。いいじゃないですか。美女と野獣みたいな。一かビーストは違う。また違う、あれビューティー&ビーストだっけ、うん、美味しいですね。あのちなみに味わいとしては青さですね、はい、すごいシダ系の植物とか、うん、ミント感とか、はい、もうまさにカブレネソーヴィニオンっていう感じの、そうですね、もうかん、もうブシュッとちゃんとした凝縮感のある、なんかこんなワインが三國さん合ってたんだっていうね、ちょっとびっくりする。三國ワインさんのワインですね、こちらはね、はいはい、サマリンポイントをお願いします。ポイントぴったり5点、はい、いいと思います。6385点、そうね、いやもうなんか、まあ、正直ね、これね、ボトルのデザインも非常によろしいですし、はい、味としてもそこにしっかりとくる、そんなやつなので、非常にね、皆さんにご提供しやすいワインではないかなと思います。さあ何が食べたいですか。ちょっとこの青さんはね、何でしょうかね、これは迷いますね。迷う、僕ね、酢豚。酢豚、うん、いいと思います。ありがとうございます。いいと思います。乗っかるだけでいいね。酢豚ですね。おい、おい。オーストラリアです、ね、はい、南オーストラリア、バロッサバレーです。アースワークスさんの作るバロッサシラーズ2019年、お値段が2150円。はい、インポーターはファインズさんでございます。まあ、ファインズさんもね、非常に大きいところです。ちょっとピチピチとした塩味というか酸味が感じられます ね。やっぱりね、このフレッシュ感があるっていうのは、やっぱり、ね、状態がいい証拠だとやはり思いたいですね。美味しい、美味しいですね。今回の、まあ、動画の中では、まあ、安馬ですね、うん、これは本当に安馬代表ワインとして今回紹介させてもらってますけども、非常に、まあ、オーストラリアのね、やっぱりそうシラーとかをねご紹介したい時にはバロッサでやっぱり安いものとなった時に、これは非常に、うん、大注目の生産者だと思います、うん、いいですね、いいですね。どんな香りですか。結構スイスの前凝縮感と、凝縮感、凝縮感というか、あの、そうですね、難しいな、ベリー、うん、爽やかな風味を感じるような、そうだよね、なんか別にユーカリ感があるっていうよりもなんかではないですね、うん、なんかやはりこのベリーの凝縮感もありつつ爽やかな感じの、これは非常に、まあ、どちらかというとハーブのようなイメージっていうふうな、はい、いいワインですね。1150円、はい、なかなか良いワイン、はい、ソムリンポイントお願いします。ポイント3.5、もうちょいでいいかな、 3.1 にしましょう。3.1にします、はい、非常によくまとまったワインだと思います。いいと思います。これなんか合わせやすいんじゃないですか。これはちょっとサンドイッチ系のちょっと最近ある
チキン、照り焼きチキンみたいな、照り焼きチキン、あ、いいと思います。僕ね、実はですね、焼き鳥のなんかこうブラックペッパーをまぶしたりそういうのもね、いいかなと思ったんで、ちょうどいいと思います。おい、はい、今日はオーストラリア、まず4つご紹介かな。ちょっと多めにご紹介させていただきました。ちょっと多すぎて無理です。無理、全部回れない。そこに行ってるとちょっと次の合同深海に行けないので、ちょっとパパッと出てきましたけど、次は深海ちょっと急ぎ目に行っていきたいと思います。ほい、はい、ローヌの南の方ですね。こっちはローヌの北の方になります。はい、フランスローヌですね。はい、インポーターがセルバンさん。セルバンさん、ワイナリーがマスメレさんの作るルベーです。はい、2800円、2021年、はい、あのね、香りがもう柔らかい、そうそう、バッチリ、その表現がね、最高に、でも柔らかいワインなの、本当に柔らかい何かを飲んでるって感じです。酸はあるんだよね。そう、酸はあるんだけど柔らかいね、うまいの。この出汁感っていうか、この凝縮感。美味しいと思ってすぐなくなっちゃう。セルバンさんね、あのこのインポートさんね、フランスがメインのその、まあ、自然派遣なんですけど、うまいものをねピュッと持ってくるんですよ。めちゃくちゃ多分秋このなんかちょっといいね、あったかいものに食べたいというかね、ちょっと栗なイメージとかあるよね。そうなんですよ、甘栗食べながら飲みたいぐらいの二人とも頭の中栗が来てたもんね。でもちょっとね、ちょっとあんまり言わないでおこうと思ってやっぱり言っちゃうね、はい、これは最高ですね。あ、ちなみに品種はルーサンヌ、ベルメンティーノ、グルナッシュブランビオニエ、ちょっとあのめちゃくちゃ混ざってますね。これは素晴らしいワインです、ね、もうぜひね、これは買ってもらいたいところです、はい、ソムリンポイントが5でいいと思います。かなり良い、かなり良いし、栗ご飯とかいいかもしれない。栗ご飯いきたいですね。ちょっとなんかこうご飯にさ、少しちょっと酸だったりとかさ、 あと山椒とか、山椒いいですね、そういうのかけると非常に間違いがあると思います。はい、フランス首都ウエストですね、はい、フロントン、ラ・コロンビエールさんの作るレ・フロントン・フラングール、2021年お値段3000円。はい、インポーターはアドレスさんですね。アドレスさんいつもお世話になってアドレスさんです。この地区で有名なネグレットですかね。ネグレットです。なんかネグレットってなんかこう育児放棄みたいに聞こえるからちょっとなんか怖いんだけどね。うん、美味しいんですよ、これは。美味しい。何ですかね。甘酸っぱさがね、こうありつつも、このまろやかな厚みを持ってきてる。飲んじゃうんですよね。多分これ、深夜とかになんか話しながら飲んだら、すぐ2、3本。なんかね、アドレスさんの場合ってそういうワイン多い。ついつい飲んじゃう。飲み終わったときに飲みたいですね。飲み終わったときにね、栄養ドリンクだよ。栄養ドリンク。でもボビーポイントは絶対に高い。高いです。うん、ボビーポイントは10万ボビーはいく。10万ボビーはいくね。これね、他のキベもあるんですけど、その安めのキベはなんか来たブドウとかもあるんですけど、それもね、なんかチャーミングさもあってですね。これはね、なんかね、この他にね、なんか上と下があって、真ん中だけなんかこう微妙に厚みがあって、なんかボリューミーな。なんかちょっと雰囲気が違うという。そう。で今回ね、そちらがね、ちょうどいい感じに美味しかったので。どっちも美味しいんですけどね。僕は全部好きなんです。でちょっとなんか点数とこう金額の兼ね合いを考えたら、はい、これが一番良さそうだなということで、今回ポイントです。ソムリンポイントは 3.8 でいいでしょう。非常に美味しく、うん、飲める。これはね、マジで肉とかと一緒にねやってもらえればね、非常に美味しいと思います、ね。つまみとかちょっと軽めにこうつまみながら食べれるハム系のやつがいい。やっぱシュートウエストって結構ハムとかも有名だもんね。ああいうところのハムなんかにビジターバチクソ合うんじゃないかと。絶対合うと思います。おい、もっと売れてほしいね。売れてるんですよね。まあ物による。
売れてるのもあるし売れてないのか。フランスロワール、はい、ドメーヌセロルさん、セロル作る、シュコスト2020年お値段が6500円、はい、新酒感メインですね。来ました。もうね、まあ、ロワールの超源流にある超変な土地の画面なんですけど、まあみんな飲んだことないだろうね。めちゃくちゃうまいです ね。なんかボジュレーとかのさ、果実味ドーンとかっていうよりもなんかこう凝縮感のあるちゃんと果実味の甘酸っぱさを、うん、なんか画面だけどなんだこの画面っていうふうにちょっと思う。めちゃくちゃ強いですよね。そう、果実味やばいよね。これ見たら 100% ジョコって言うのか。 100% ジョコか。あ、でもまあ確かにそうか。このうまさ、まあ、正直6500円の画面を紹介するといううちのね、またね、変なところでもありますけど、これがしかもロワールですよ。さあ、皆さんね、さあ、果たしてこれがね、どういう風な点数なのか、ね、まあ、皆さんね、ドキドキしてると思いますけど、これはね、マジでうまい。これね、ちなみに開けたてと、やっぱりこう、ずっとそこにあるようなやつ、やっぱりね、どんどんね、開いてくるので、これはね、抜栓ね、2日ぐらいしてもいいと思う。そんくらいのやつが美味しい。本当に残りカスみたいなの飲んだんですけど、そっちがめちゃくちゃうまかった。うまかったね。ギュッと上がってる。それくらいのやつ。絶対これね、ゆっくり飲んでください。ソムリンポイントお願いします。ソムリンポイント5.1。いきましょう。いいと思います。素晴らしい。素晴らしいうまいです。ちなみに僕たちね、セロルのワインいろいろと好きです。はい、さあ、このワインに何を合わせますか。カモとか食べたいですね。ああ、なるほどね。カモサラミとか、カモサラミだよね。カモのハ、カモハム。カモハム。はん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 。確かにそういう油とかね、ギュッとするやついいですね。はい、僕もやっぱりジビエ系いいかなとは思うんですけど、まあ、肉は全体的に合いそうだなとは思っております。スパイシーさ強いですもんね。うん。ぜひね、なんかでもなんかこう、今なんか野趣あふれるそういう風な肉をギュッと噛みながら、うん、そういうのは最高に合うと思います。やってみてください。はい、はい、終了でございます。今日結構な本数でしたね。そうですね。オーストラリアでも250ぐらいで頑張った方が。最後の回数、まあ、50が絶対いってるぐらいかなと思ったら、まあ、300ぐらい。やっぱり多くなりましたね。そうですね。なんかビフォーコロナのペースになってきた気がする。ちょっとこれからまた秋、11月はまだあるんですか。うん、まだあるね。12月はなくなりますけどね。今ちょこちょことまたテイスティング増えてくると思います。はい、ではまた次回お会いしましょう。